そいや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 うるせえな。ほい、それじゃママに報告終わったらポートエリアにレッツゴー。いやレッツゴーなんやけど、ちょっと待って、ケンタロウスラッシュ、あれだよね、テンカラットヒルっていうとこに行きたいんやけど、さっきなんか言いよったよね、研究所の近くからどうたらこうと。あ、こっちってこと？研究所こっちにあったよね。え、なんか研究所の方からテンカラットヒルがって言わなかったっけ、気のせい？いやでもこっち行き止まりよね。あれってことは違うんか。え、今までに行ったことなかったっけ？ってことはあれ？ケンタロスに乗ってじゃないといけんってことかな。じゃあちょっと、とりあえず途中にあった岩を砕いていくようなところを取っていけばいいってことか。よし。じゃあこの勢いで、行こう。やべえ、絶対今の柵壊したよね。リアルやったら。岩ってどの辺にあったっけ？平和な町にケンタロスが。あ、てかまだあれかな、この先に確かハウオリ霊園やっけ、あれがあったはずやけど、まだ結構朝早いけん、今のうちやったらもしかしたらまだちょっと幽霊とかおったりするんやない。消える直前の幽霊的な。大して変わったことはないかな、あのおじさん別におったし。ねえ、なんかあれ、ねえ、なんかこれ浮いてない？人浮いてない？あなた、ん？今日はね、お花を持ってきたんですよ。あ、浮いとんかと思った。手で支えとんや。そいや、うるさ。どう？あなた、なかなか綺麗でしょ。ん？これ女の人？なんかすごい男に見えるんやけど。そいや、うるせえな。ほらほら、静かにね。そうそう、他にも休んでいる方がたくさんいらっしゃるんだから。そいや、でもそれが鳴き声ならまあしょうがなくはないかね。犬とか猫でも鳴かんようにさせるもんね。ほら、もう鳴かないの。鳴かなくっていいじゃん。そっちの鳴く。ここに遊びに来ればいつだって会えるでしょ。それに私たちが忘れなければ、あの人はずっと一緒よ。そいやさ、なんか寂しさが全然伝わってこんないけど。お、そいや、あらあら、トレーナーさん、うるさくしてごめんなさいね。あ、この角度から見たら女の人か。なんか髪の毛がちゃんと。そいや、あの格好をしとるってことは、私がケンタロスに乗っとる時と同じような状態ってこと？主人のお墓なんです。この子は彼の手持ちなの。そいや、交通事故だったんですよ。事故に遭った瞬間、この子はボールに戻されて、奇跡的に助かったけど、夫はね、それ以来この子はボールに入るのを嫌がって、自分のボールをどこか遠くに投げつけてしまったの。他のボールに入れましょうか。そういやさ、私も彼が死んで悲しかった。相手のことを恨んだこともあったわ。だけれどあちらにも家族、若い奥さんがいてね、その人の顔を見てたら恨んでも仕方ないって。あらやだ、ごめんなさいね、ついおしゃべりに夢中に。年寄りの長話に付き合ってくれたお礼、主人が使っていたものだけど、よろしければこちらをどうぞ。そんなに年寄りじゃなくない？お？わざマシン56投げつけろ手に入れた。ああ、なるほどね。これを覚えてるわけだ。ところであなたも普段からライドポケモンに乗るの？乗る。その子もライドポケモンなんや。なんか乗れそうな感じじゃないけど、そういう感じなんやね。楽しいし、便利だけどね。くれぐれも事故には気をつけて。それではごきげんよう。どうかお元気でね。乗っとるというよりは普通に抱えられとる感が。すげえね、なんか、ああいうのおるんや。え、他には何にもおらん？うん、大して変わってないね。普通にみんな毎日お墓参りに来とるってことかな。ね。いやー、なんかいいお話を聞いた。いいお話かな、わからんけど。そうそう、で、ハウオリ霊園に行きたいんやけど、この辺になんか岩なかったっけ？気のせいかな。
なんかね、これやったら乗っとるって感じするけど。この、あ、あったあった。ポケモンのパワーで。待って、ちょっと違う。は、おー。こ、あれ違うやん。星のかけらを見つけた。全然道なかった、こっちに。あれどの辺やったっけ。なんか他にも壊す場所、あったよね。もしかしてここでレースに出られる。いや、ここはレースではないか。ん？てか、ここどこ？そういえば、ここ来てなかったよね、私。お！よし、拾い忘れ。いい傷薬を見つけた。よかった、よかった、この辺ちゃんと。ね、ちゃんと寄っとかんと。拾い忘れの道具とかあるかもしれんし。で、テンカラットヒルってどこよ？なんか他にもさ、多分、壊せるような場所があると思うんだけど。お、あそこに、茂みに隠れたポケモンが。え、それはケンタロスに乗っ取っても寄ってくるんかな？あ、待って。落とし物。オレンの実を見つけた。よし。いいよ、いいよ。他には、どの辺？こ、あ、こっちは試練のとこか。あの、なんか、なんとかのなんとか。洞窟やっけ。こんなとこまで戻ってくるかな？なんか違う気がするんやけど、違わんかな？わからぬ。どなたか、こっち戻るんじゃない？あ、てかさ、あれじゃない？なんかこの洞窟の中にもさ、え、ここやった？合っとる？メレメレの花園、メレメレの花園じゃないわ。あれよ、あれ。さっきの試練の洞窟の中にも、岩壊せるとかあったよね、確か。ちょっとあれ壊しとこっか。なんか一番奥の、主の部屋？あっこに確かあったはずやけん。よし。あ、間違えた。さあ、猛ダッシュで。マジか。マジか、普通に追いつくんやね。こらった。とりあえずケンタロスから降りて、もしかしてあれってさ、ワンタッチっていうか、で行けたんかな？あ、もうこの辺は、巣穴のポケモンに会うことはないね。野生のズバットが、さあさあ奥へ行くよ。おじさん大変やね。試練に挑むだけでも偉いのにジェットクリスタルを手に入れるとは。あなたは驚きのトレーナーです。ん？片言？なんか片言じゃなかった今。気のせいかな。よし。ほら、あっこに。よし。なんか岩いっぱいない？うお、すげえ。お、技マシンや。技マシン46、泥棒を見つけた。こんなとこまで来て泥棒を見つけたよ、私。あとはもう何もなさげやね。よいしょ。ちょっともう一回マップ。ママに報告終わったらポートエリアにレッツロー。もうあれか？ポートエリアに行けよ、この野郎って言われよんかな、私。でもあのハネムーンのお兄さん。おう、びっくりした。あのハネムーンのお兄さんが。お、ヤングース。なんか久々に野生のヤングースを見た気がする。来るよ。一回入れてばもう、レベル18の時に、進化ってなったけど止めといたけ。来た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 。レディオがレディアンに、レディアンいいよね。スマートになるよね、一気に。おめでとう、レディバはレディアンに進化した。イエーイ。いいね、いいね。レディアのデータが新しくポケモン図鑑に。ね、これさ、なんか、あ、そっかそっか、足か。手の数が減るよねって思ったら、そっか、あれ足なんだな。靴を履いたってことか。ビンゴー！同じページのポケモンが全部埋まったろ。イエーイ。レディアン、5つ星ポケモン。4つの腕でパンチを繰り出し戦う。一発の威力はさほどだが、手数で勝負する。手数、手数。まあ、虫やもんね。そりゃ一発の威力はさほどやわ。よし。他に行ける場所なかったんかな？ちょっと待ってね。もう一回ちょっと、
あ、ちげえちげえ。しかも無駄に草むらに入っていく。まあどうせポートエリアもこっちの方やけんさ。え、待って、ポートエリアってどこやった？こっちの方、待って待って、こんなとこまで入れるんや。逆に。逆に？逆にではない。ポートエリアってどこやった？ショッピングエリアのこっち側？ビーチサイドエリア。え、こっちの方やったっけ？あ、私場所忘れたわ、多分。ハウリシティの外れ。うん、多分私場所忘れたわ。こっちの方とかなんかないん？岩で砕けるような場所。違うな。これは？いや、砕けねえ。なんかこの辺になかったっけ？あ、ここ。違う違う違う。いや、よし。ここは？この辺砕いたらなんかあるんやねん。なんもねえ。なんかアイテムあるかなって思ったんやけど。ねえ、なんかちょっと無駄な場所にあるし、これ、岩。関係ないんか。ここは？ここなんていう場所？あ、あそこにアイテムあるよ。ちょっと拾っとこう。そういうのね。そういうのちょっとね。よいしょ。降りれねえ。よいしょ。お得な掲示板。読ませて。なるほど掲示板。お得なじゃなかった。ケンタロスで岩を砕けば行けなかった場所に行きます。だから来てるんだ、ここに。ポケモン研究所近くのテンカラットヒルにも行きます。あ、やっぱり砕いていくんや。ここはまだテンカラットヒルではないということ。ちょ、待って。微妙にこれが邪魔なのか？うわ、危ねえ。落ちてはいかんのか。お、金の玉を見つけた。やったね。高く売れるやつやろ、これ。なんか昔5000円ぐらいで売れよらんかったっけ。ちょ、待って。じっくり見とかんと。これは？お、なんかあるよ。ほらほらほら。星の砂を見つけた。やっぱりちゃんとこういう道具がある場所もあるんやね。ってことは、まあ、こういう岩を見つけたら壊せということだ。ん？こっちに飛び降りて？こっちか。お、すげえ、なんかどんどん進ん。ん？戻ってきた。研究所近くのテンカラットヒル。研究所近くのテンカラットヒル？研究所こっちじゃね？あれ？やっぱり、あれか？やっぱりお母さんの言いよった、こっちの方向にテンカラットヒルがあるということなのだろうか。ちょっと待ってね。こっちにはとりあえずないよ。あれ？ここ降りれんけ？あ、降りれるよね。テンカラットヒルね、どこ？テンカラットヒル。研究所近くって言ったよね。なんかこの辺に入り口があるとかそういう。あ、なんか。あ、こっちや。この先テンカラットヒル。お、いけるいける。やっとか。ごめんね、驚かしたおじさん。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。